おはようございます。おはようございます。臨時国会が30日から開催されると、まだ確定はしておらないようでありますが、予算委員会も開催の方向と報道されております。ぜひともこの国会を通して、我々の政策的な主張、あるいは民主党の政権の迷走ぶり、これに対応する質疑をしっかりと行ってまいりたいと思っております。それと同時に、選挙中も申し上げ、また昨年来主張してきたことでありますが、この月の半ばで、議員の身分を送ることになった、ことへの対応として、日割りで歳費あるいはその他の手当等を対応するべきであると、これらを表した法案を提出をしたいと思っております。これはもう昨年、地方議会におきましても同様の問題に対して日割りで手当を支給する等の条例の改正ということを我が党は推進をしてまいりました。国民感情からすれば国会が例外である理由はありません。衆議院と参議院で多少の違いはありますけれども、基本的にはこの日割りで支給をする、働いた分に応じて国民の税金を使う、こういう基本を法案に表すべきであると考えております。ぜひとも法案をまとめてですね、もうすでにまとまっていると思いますが、国会の会期の日程確定次第提出をしたいというふうに思っておりますので、ぜひ国民感情に沿った対応をこれからも推進してまいりたいと思います。以上です。